はい、山口丸チャンネルです。国道262号線を大府市から山口市方面に向かって通行中です。山口インターチェンジに向かう途中に左手に見えてくるお店に今日は行こうと思います。山口市下大沢のそばうどんさぬきさんというお店になります。信州そばとさぬきうどんってのれんに書いてます。おすすめメニューがあって、入ってすぐ麺を打ってるところが見れます。私実は山口市に15年前くらいに住んでて、この辺り仕事で来ることが多かったからよく来てたんですよね。うどんそばだけじゃなくてね、定食もしっかりあるんですよね。私はこの度チキンカツ定食1080円を注文します。はい、到着しました。チキンカツ定食になります。デミグラスソースでひたひたになってるんですよね。そして本来はうどんがついてるんですけど、プラス何円かでそばに変えれるのでそばに変えました。こちらいろんなメニューがあるのに、一つ一つのレベルが専門店並みに高いんですよ。この信州そばとかそれだけを食べに来てもいいぐらいのレベルなんですよ。こだわりのそばがあるかと思ったら、濃厚なチキンカツ、そば、ご飯、チキンカツ、サラダ、三角食いするのがたまんない。三角食いじゃなくて四角食いか。マジでここのそば風味が良くてたまんないっすよ。でチキンカツ、チーズがほんのり混ざってるデミグラスソースがご飯と合いまくるんすよね。質も量も兼ね備えてコスパがいい。最高に満足できますよ。皆さん行ってみて。